さあ皆さん、これが一番やりたいことですよ。いってらっしゃい。そうそうそう。これワンチャン死ぬんじゃない？ワンチャン死ぬ相手さん。とない？おい、200、さらに200。なぜ殴りながら、ありがとう。ふぅー、ふぅー、はい、ビバリセイ、ふぅハロー、こんにちは、ニーハオ、皆様、マステクのアットギでございます。はい、同じくトシーでーす。というわけで、本日もファイトリーグの方やっていきましょう。おい。本日取りたい内容はですね、こちら、新しい GGG の US、ニコラ・シャノンちゃん、スキル、味方メンバーが登場したとき、そのメンバーの登場は2回発動するという、新しい効果を持った素晴らしいキャラクターでございます。まあ、簡単に言えば、登場の効果がまあ2倍になるっていう計算でいいんだけれども、まあニコラ・シャノンちゃん普通に GGG の単体ソロとして使っても全然強いけども、まあせっかくねこんな面白いキャラクターが出てきたらタッグで組み合わせちゃおうじゃないのということで、こちらの方のデッキを一つ考案させていただきましたら、ドドン、はい、こちらの方のデッキ、お量×ニコラ・シャノンの登場バフバフデッキでございます。今回はこちらの方のデッキを使ってファイティングしていきましょう。フィックスとワイヤードとその量の相性抜群。これはいいぞ。これはいい動画が。すげえな。相手さんのパーティーに面白いな。胃から飛び出る乳酸菌だって。なんちゅう名前。どんくらい飲んだ。そういう問題っす。固定だと思う俺。下。どっち？下。うん。うん。もう、あれでいいんじゃないかな。タイピン教からのサイサイで。攻めでいいね、うん、これは。いやー、タイピン教入れて、正解だな。うん。意外とこれは、最近、別の動画を見て、ああ、意外と強えなって、タイピン強強いよ。俺たまに入れるもん。ね、処理足んねえなって思ったら。見ないだけであって、うん、そうそうそう。見ないだけであってさ、だから、今回入れたら普通、こうやってカード強く。うん。だいぶ硬くなったなぁ。ね、ビッグダメージ一応出してんだけど。ああ、敵のデータスコープリーダーにはちょっと注意だね。ちょっとそうだね。とりあえず自分、おっと、相手さんもそういうデッキか。やる？強制的に。あ、できるね。やる？いいよ。やろっか、強制的に。ああ、なるほどね。あ、強い。動画のためだけにやる。待って、いて。いて。超痛い。死んだ道、バカ。でも、サイサイがどうせ生き残ってるんで。いいよ、やってあり。ありだよ、やって。やろうぜ。やるパクれ、パクれ。いただき。はい。俺、3番の方がいいのかな？ 1 番の方がいいのかな？もう、どっちもいいと思うよ。3番で、じゃあ。変わんないもん。さあ皆さん、これが一番やりたいことですよ。いってらっしゃい。そうそうそう。これワンチャン死ぬんじゃない？ワンチャン死ぬ相手さん。とない？おい、200、さらに200。そして攻撃力が、あ、そっち、あ、やべ。あー、これ終わったわ。そっち行っちゃうか。200。おい、おー、いいね。うわ、出方悪いな。うん、なあ、パラッ、いや、終わったわ、負けたわ、死んだ。ちょっとこればっかりは。はい、死にます。はい、死にます。でも、場面埋めてるから、相手さん自由にキャラ出せないから、ワンチャンない。ん？いや、お前、テレサスコープあるぞ。ああ、そっか、しまった、テレサスコープをテレサスコープで。あ、でも、そっか、これ、え？これ選択だっけ？選択。ああ、ほら、はい、終わり。ワンチャンねえ。ワンチャンあるか、あるか。HP 的に俺ワンチャンあると思うよ。いや、
や、ワンチャンあるかもね。この時点で1000でしょ。うん、600だよ。600そうそう出る。600あ、6 18番外から600ってそうそう、ヤジだってこれヤジ出せないし、さっきのいなくなったし、だって相手さんこれ倒そうとしたら あれしかいないよ。もうあの声の限り、声の限り12番しかないよ。ああ、HP 回復できたか。なるほどね。ほほほ、おお、なるほどね。あ、厄介だね。これはこれで、これはこれで厄介だね。うわ、ねえ、生きてるって素晴らしい。単純に強いって言って、だが、え、な、なに、な、な、何がある？え、いや、普通に。あ、そっか、そっか、あのテレサスコープ俺らのだろ。忘れてた、あのテレサスコープ。はい、火力は足りてんだよ。ほら、よっこいしょ。やったぜ。勝ったぞ。勝ったね。いいね。ちょっと必要ないけど、リーダーの攻撃力200上げちゃうから。まあ、100の意味ない。ぽよーん。はい。ふぅー。深いでーす。ふぅー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 。やっぱサイサイ強いね。やっぱサイサイ強いね。最初から最後まで残ってくれた。いなかったら負けですからね。うん。やべえ、楽しい、このデッキ。楽しい、ね、このデッキやばいぞ、マジで。やばい、深夜テンションを極めてる、今ちょっとし。やばいやばい。先行か。先行ではーい。バリリン、マリにしとこうか。マリに3番に打った方が良さそうだ、ね、いい声も正直言って。そうだね。B が嫌い。そうそう。音楽がすごい壮大な感じ。聞けねえんだよな、俺。HP? なんか HP が多いところを見るとさ、若干耐久型なのかなって思っちゃう。TOD の？あれはただそうなるようにうまく組み合わせただけなんじゃないの、あれって。いや、意外と、ちゃんと、運営側が設定してんだよ。うん。結構攻撃系のデッキに場合、ちゃんと HP がね、少ないように。へぇ、あと、メジャーデッキだったら普通に少なかったし。うんうんうん。18番ぐらい。アンガタロウとか、そういう気って。はいはいはい。これでいい？これ、ちょっとあるか？お前、上でよくね？俺、上でいいよね。うん。いや、あ、まあ、それはどっちでもいいよ。6かは、5かは。これでいいよ。うん。いい、攻めればいい。いや、君がどうせ繋げるし。うん。嫌でも繋がる。ほい。どこに出る？いいとこ来い。お、おー、悪くない。ナイスナイスです。あー、でも違うんだよな。うわー、違うね。ワイヤード、お前自分の圧を増やしてくれよ。それは無理だ。それはもう知るワイヤードがいる。できたら強すぎるな。あー、なるほどね。そういう感じだった。おじさんね。結構無視、結構無視だ、それ。うん。ああ、はい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 、はい、まあでも我々がすることに、もう我々は勝ちましたよ、ワンチャン、ワンチャン勝ちました。君なんだっけ、遊戯だっけ。私遊戯ですよ。ああ、なるほど、うん、そういうことか。そういうことですよ。じゃあこうでいいの。まあ、どっちの方がいいんだろうね。こっちにしとく？うん、そっちにしとこう。こっちにして、で、どうせ繋がるしね。うん。さあ、殺さない私の Facebook を発動しまーす。普通に考えれば上に来い。前に行って、前に行ってくれ。頼む。しごろ、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 
あー、まあ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 アンキモッティこれはやばい、これはやばい、やばい、これとりあえず一回ニコラが来たら困る手札にはならないそうね。はい、それではあっとき一人が、ちょっと動画の解説の方していきたいと、動画じゃねえや、デッキの解説の方していきたいと思います。今回のコンセプトはですね、ニコラシャノンの登場2倍効果を使って量の召喚を、まあ、3乗ぐらいの効果を得るっていうコンセプトで作りました。なので前半は結構サポート系のキャラでも一応、まあ、ワンチャンニコラシャノンが生き残った時用に登場を多めにしております。デッキのキャラちょっと見ていきましょう。ミキシャカ、まあ、毒でばらまいて、でタイピング強雑魚処理で、で、ピッキー回復要因で、ちょっと登場効果じゃないんですけど、選択のテレサスコープはあの、まあ、キャラパクって、最後のフィニッシャー用ですね。でチクリオン、まあ、これも登場効果で、ワンチャンすごい効果が得られると。で、登場効果を持ちながらさらに永続効果も持ってる、ワイヤードフィックス君はあのお量と相性がすごく良くて、あのこいつがいるだけでお量 のホットギスにハゲがいたじゃないですか。あれを出す必要が一切なくなるっていう、お量がもうオールアーツになるのですごく相性がいいという理由で登場効果以外の理由でも入れました。で最後、ニコラシャノンがこのデッキの主軸と なってると言っても過言ではないです。で、あの今紹介しなかったみたいに、あのリクライニングと、今紹介しなかったキャラの中にあのリクライニングとケトラーがいるんですけど、まあ、紹介しなかった理由としては、あのこの動画を撮った時は、まあ、使ってたんですけども、そもそもリクライニング先手だから意味なくねっていう理由で抜いたのと、まあ、ケトラーは7ターン目の効果があの先手でも後手でも関係ないんですけど、まあ、あの先手だとどのみちょっと扱いづらくて、まあ、後手だったらマジであの、まあ、後手をね、あの GGG にする わけにもいかないので、まあ、ケトラも抜いてしまおうっていう結論に至りました。今の段階でね、使ってるキャラクターはアニメ版アジャストレンジ、まあ、アニメ版にこだわる必要ないです。ただ僕らがアニメ版のアジャストレンジが好きなだけなので、アニメ版のアジャストレンジとシャワードレインを入れてます。まあ、普通に2体とも登場効果関係ないんですけど、シャワードレインは、まあ、先手だと強く、あの先手に入れとくと、まあ、攻撃力全体的なバフにヘルプしてくれるし、あのレンチも攻撃力アップしつつ、サポートしてくれるキャラクター、攻撃してくれるキャラクターになってくれてるので、この2体をとりあえず入れてみました。他にも相性のいいキャラクター自体はいっぱいいると思います。で皇帝、これは全てですね、ニコラシャノンのバフを得た結果強くなったキャラクター、強くなってくれると想定したキャラクターをとりあえずガン詰めしました。とりあえず、ホトトギスの3体、リョウとフーカちゃんとライゴロ、まあ動画の中でも見た通り、リョウ、あのシャノンがいる状態でリョウを召喚した場合、キャラを、ライゴロ2体、フーカ2体で、ライゴロの効果が、1体につき2回分、つまり4回、フーカの効果も同じく4回発動するっていう恐ろしい構図が得られます。まあ全体的な攻撃力が800アップしつつ HP が800回復するっていう、ちょっと何言ってんだおめえってなるような、状態になるので非常に強いコンボとなっております。で他に入れたキャラは、キリカ、キリカでいいんだよねこの子、結局の名前、あの水蓮寺のお姉さんの方、まあ金魚2体召喚して、まあ、あんまり活躍する場面なかったんですけど、実際使ってみてもこの子はちょっと抜いてもいいのかなってちょっと思ってます。まあでも、あのどのみちね、あのボードアドバンテージ、あの場をね埋めるっていう点に関しては非常に優秀なキャラクターになってます。であとヤジ、まあ場にシャノンがいてヤジを出すっていうだけで、まあ、攻撃力400アップして600になる。でさらにもしワンチャン、あの僕の遊戯の FB を発動することができれば、場にキャラが場にキャラが3体いる状態で600アップして、その600が2回なので攻撃力が1400になるという、単純計算頭がおかしいコンボができます。まあこれと同じことに、同じことじゃないけど似たようなことができるってことで、あの声の限り君の採用も考えたんですけど、声の限りはまあ
攻撃力100しかアップしないし、まあ継続できるって言っても多分次のターンまで基本持たないので、声の限りは。だからあの単発最強の攻撃力が出せるようにした方がいいんじゃないかなって思いました。で、夏也も似たような理由で採用してます。まあ場にシャノンがいる状態でさらにニャニャコロビを2体出したら場にキャラが3体いるので、夏也の効果が効果的に効率よく発動できるかなと思いました。というわけで入れてます。で、あとちょっとロマン砲だったんですけど、マリリンと、リボンをこのデッキに入れてまして、まあマリリン、シャノンがいる状態でマリリン出したらリーダーの攻撃力200アップして、まあ、その後でリボン出せばすごく効率いいダメージが与えられるんじゃないかっていうアイディア思いついたんですけど、ちょっとこの方法を一つするためには弱点がありまして、マリリンとシャノンのアーツが致命的に合わないんですよ。シャノンを1なんか絶対シャノンとマリリンが両方ともリーダーに攻撃して900ダメージを与えるっていう構図が 100% できないので、バニフィックスでもいない限りだから、ちょっとアーツ的な相性が悪いんじゃないかっていう理由で現在はちょっと抜きました。はい。でもまあロマン砲としては非常に高い火力が出せるので、全然入れてても問題ないキャラクターなんじゃないかなって思ってます。はい。で、他に、ただ強いっていうだけの理由でサイサイを入れております。まあサイサイ硬いしね、全然入れる価値はあるんじゃないかなと。で、リーダーはまあさっき言った通りいろんなコンボ攻撃ができる遊戯を採用しております。まあこんな感じになってるんですけども、まあじゃあ今の時点で君たちは何を採用してるの、18番街の方で何を採用してるのっていうとこなんですけども、今採用してるキャラとしてはとりあえず入れてあるのが A 級の、18文字マナちゃん。まあこれさっき1回目の試合で敵さんの方が使ってきたのを、まあ、いいなって思ってちょっと、採用させていただきました。これすっごくアイディアはいいと思います。シャノンがいる状態でマナを出せればシャノンの攻撃力が600アップするので、単純計算非常に火力が高い、ことになりますね。で、他に入れてるキャラクターとして今は南京玉三郎の方を入れてます。まあぶっちゃけ今の時代久保田くんを入れた方がHP 回復量としては多いし、実際800回復っていうのはすごく理想なんですけども、正直このデッキ久保田くんをそんなホイホイ出せるような環境じゃないなって思ってて、ワンチャンの久保田くんにかけるぐらいだったら確定で HP300 回復できる玉三郎、まあ300って言っても300だいぶですよ。ピッキーがずっと使えてるようなもんなんだもん。をまあとりあえずそれを採用しております。はい。ワンチャンね、GGG の方の回復役が、まあ、ピッキーしかいないっていう理由で玉三郎を入れてるんですけど、ワンチャンデオドラ、バイアスデオドラだっけを入れてもいいかもしんないけど、ちょっと300回復を相手にも与えるのは、実際ね、僕両方ともトッシーも僕もデオドラを持ってないから入れてないっていう理由なんですけど、実際どうなのかなっていうのがちょっとわかんないですね。はい。では忘れてました、一つですね、このデッキ弱点があって、 TOD と当たった時に、まあ、てかこれそもそも両デッキの全体的な弱点なんですけど、 TOD と当たった時に美少年と会った時不利になります。不利になりますっていうか相性が非常に悪い。HP300 だから風花もライゴローもすぐに消えるんですよ、美少年がいると。しかもタッグでよく美少年とネネメタのコンボをよく見るじゃないですか。あれにすごく弱いです。だってこう HP300 以下が4体も出てくるんだもん、一気にカモになるんですよ。だから美少年と会った時はちょっとまた別の何かのアイディアを絶対作っといた方がいいです。ちょっとこれに関するですね、解決策っていうのをまだ思いつかなくて、常時片岡入れてバーンダメージを回避しようかなと思ったんだけど、あまりにも限定的すぎるから正直どうすればいいのかなっていうのが、なんか GGG に、攻撃力300をパクるっていう都合のやつ出てこねえかなと思いながら考えてますね。はい。まあこんな感じになってます。今回の動画、とても頑張って考えました。ファイトリーグ100動画目にふさわしい動画になったんじゃないかなと思います。まあこんなにねファイトリーグの動画を撮れたというのも、ファイトリーグさんが今まで頑張って、この運営を続けてくれた
おかげだなと思っております。これからも、面白いコンテンツ楽しみにしておりますので、ファイトリーグさん頑張ってください。これからもファイトリーグの動画頑張らせていただきます。というわけで今回の動画ここまでになります。この動画楽しんでいただけましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。次の動画で皆様またお会いしましょう。バイバイ。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたらチャンネル登録グッドボタンコメントとよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。